はい、今日もあなたと百姓天国、本日は4月の16、はい、いい日和になりましたな。さあ、そういうことでね、昨日は一日ね、雨降ってましたからね、ちょいとちょいと、お休みだったわけですけど、もうね、こちらの方ではね、こうやって田んぼに水が引かれてね、田植えが始まりましたね。まあ、日本全国このゴールデンウィークはね、田植え作業があると思うんですけども、今ね、畑から畑へこうやって移動しながらね、トラクターをかけて取ります。今年もこうやってね、米作りが始まりましたな。2023年ね、あと米を作るというのはね、あと何年続くんですかね。もう残念なことにね、米はね、採算が取れないのでね、もうやる人は畑以上にね、多分全ての農産物の中で一番利農が多いのがおそらく米だと思うんですよね。はい、野菜以上にね。まあ残念ながらね、お米はもうどうしようもありません。日本人といえば米なんですけどね、毎年この時期になるとお米の話をしますけど、お米はね、僕も農業の世界に入って20数年ね、まあいつか余裕ができたらやろうかなと。もちろんね、僕の場合はセット野菜ですので、お客様の中にはね、お米を欲しいとね、百姓農園さんお米作ってくださいという要望がね、リクエストはなかったことはないんですよ、ね、だけれども米っていうのはね、残念なことにね、一番作るのは簡単なんです。一番作るのは簡単なんですけど、一番しがらみ、地域のしがらみとかね、そういうものを受けるのがお米なんですよ、ね、お米に一番必要なものは何かって分かりますか。水です。水はね、僕がどっかから持ってきてっていうわけにいかないんですよ。水は共有なんですね。だから水利権というのが田舎にはあるように、水はいろんなその地域の人のものをお借りしてね、その地域の中に入ってやるしかないんですね。なので残念なことにね、お米というのはね、その地域のそのいろんなしがらみやそういうものをね、一手に引き受けるわけですね。なのでそう簡単にはいかないんですよ。畑の方がね、まだ独立性が保たれるんですね。はい、なのでね、まあ僕はずっと畑をやってきて、ね、こうやってね、農園を移転しながらできるなんてことは、それも畑だからなんですね。米でもなければ果樹でもないからね、1年目でこうやって野菜セットを作れるわけですね。はいはい、ということで、よいしょ、はい、私のこのいつものね、盆栽畑ね、到着しました。今日はね、ここね、ズドーンとここ全部、今もう飽きましたよね、ここ全部人参になりますね。秋冬人参になりますので、もう4月の半ばですよね。6月に入ったらもう太陽熱マルチをねスタートしますので、今からね、こうやってまだ残差があったら綺麗に耕してね、
残差を一つもない状態にね、綺麗に耕していきますから、今から4月5月とね、丁寧にトラクターで耕して、6月に入ってね、耐熱マルチをかけられるような準備をねしていきます。よいしょ。もう人参は、人参大根は連作でございます。これこの間種まきした人参ですね。しっかりとね、雨が当たってね、この湿り気を利用してね、発芽させたいところですね。三浦大根だったところですね。こうやって何回かかけてね、残差をどんどんねなくしていきます。この残差のつき込みね、これ炭素ですからね、これも土作りの一環ですね。はい、ということで、畑と畑をこうやってね移動しながらね、よいしょ、日本の田舎はね、まだ畑の方がね独立性は保たれるんですよ。よそからやってきてね、最近はお米の方がもちろんね空いてる率は多いんですけど、でもね畑の方がやりやすいんですね。お米はねやっぱりどうしてもね水を使いますので、その地域によりね溶け込む必要があるので、お米は難しいんですね。ですからね、新規収納でお米をね作るっていきなりはやめた方がいいですね。その地域に根ざしてね10年20年と、なった段階でねお米がやりたければやってもいいですけど、残念なことにねお米はもう黒字にするのは本当に至難の業ですので、もうほぼ不可能って言ってもいいと思うんですよね。多分お米どうですか、お米の専業農家の方、黒字にするには何ヘクタールからですか。一昨年ね、聞いた話でね、20ヘクタールか30ヘクタールくらいやってる人がもう来年以降おそらく赤字になるだろうから、これ以上ねお米の価格が下がったらもう赤字になるので今年でやめるっていうのをね一昨年聞いたんですね。個人の農家さんですね。だから多分もう30ヘクタールやっても赤字っていうことなので、その前にまあだからやめるっていうことなんですけどもね、まあまあそういう時代になりましたね。ね、ということでとても残念ですけどね、この国はお米というものをねもう捨てつつあるんですよ皆さんね。だから
もうそれが最後の砦なんですよ。だから例えば私は畑専門なんで畑はある程度できますけど、でもねお米にお手を出したらもう今こんな風にはやってられないんですよね。はい。だからもうお米こそね本当に大規模生産法人しかもう手を出せない状況になっているんですけど、果たしてねもうそれでいいのかっていうことなんですよね。この辺はね多分お米を作ってる人でもね今はいいと思うんですよ。でどん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 大規模にしていくしかもう道はないんで大規模化していくんですけど、それでね本当に果たして30年後40年後50年後、あるいはもっと言うと100年後ですね、100年後この国で米を作ってるその形って今の経営者の方々が本当に見えてますって話で、おそらくね今の例えばイオングループとかね、超大規模なそういう本当に、もうあのいわゆるコングロマリット、要するに、なんていうんですか、そういうの昔でいう財閥のような形のところがおそらくね資本を注入しながら作らざるを得ないっていう世界になっていくと思うんですけど、そういう米作りでね果たしていいのかどうのかっていうのはね、まあこれはもうで特にね日本の政府というか農水省を中心としたそのいわゆる国の中枢のところっていうのはね、食料というものに関してはズブの素人ですね。それはもうこの40年のね日本の農政を見ていれば分かるわけですね。減反政策一つとってもそうですけども、だから残念ながらね日本のその中枢、そういう頭脳の中枢の中に食料政策なるものっていうものは全くありませんね、残念なことにね。だからそれが今委ねられているのは日本のそのお米をずっと何十年も作ってきた生産法人のその方々の経営者の頭の中にしかないわけですね。だからこの方々が今後どうしていくのかっていうねところがもう最後の砦なんですね。はい。だからまあいずれねお米が食べられなくなる時代が来る可能性は僕はあると思ってますね。ゼロじゃないですね。はい。だけどもうそれはね僕ら農業者、普通の農業者に行ったところでもうどないにもならんのですよ、残念なことにね。はい。もうアンタッチャブルな世界です。全くもってアンタッチャブルな世界が今もう起きてるので、まあ僕のようなねこうやって小規模の畑作農家なんかはね自分が食べていくのでまあ精一杯なんですけど、まあねお米に関してはだから手を出せないということなんですね。そういう世界がもう今来てるということなんですね。で日本の消費者はねそういう意味では蚊帳の外の蚊帳の外ですね。発言権なんてものは一切ありません、日本の消費者には。はい。でそういう意味ではねもう日本の米作りは終焉を迎えつつあるということで、本当に一部のね人たちが本当に頑張ってもらうしかもうないという状況になっているということなんですね、今の時点で。はい。まず日本の消費者はねそういったことを知ることからねスタートしてほしいなと思うんですけど、まあ結論から言うとまず無理です。はい。ということですね。はい。それではまた。